豆乳完成です。これは乾燥大豆でも豆乳を作れるブレンダーです。乾燥大豆でもできるんですか？そうなんです。普通 4,5 時間水につけておかないとできないですよね、はい、もちろんこう水に浸した状態の大豆からでもできます。へー、便利。今回は乾燥大豆を入れます。大豆を入れます。はい、水を入れます。 200ml 以上ということなので、はい、マックスラインまで入れます。じゃあコンセントを挿します。はい、はい、蓋します。蓋をするだけでスイッチオンになります。はい、ではソイミルクボタンを押します。はい、攪拌しながら火加減を調節することで滑らかな豆乳やスープを作ることができるんです。へー、出来たてですね。いい匂いしますよ。うわー、美味しそう。豆乳完成です。あ、すごい美味しい。おからもいただきます。はい、うん、滑らか。へー、美味しい。家庭で出来たての豆乳が飲めるって最高ですね。では家電を、こちらの商品名を教えてください。おからができるでしょ、はい、これをホットケーキミックスと混ぜて、はい、ドーナツ作ることもできるんですよね。美味しそう。ヘルシーだしね。はい、これパスタソースも作れるんですね。いろいろすごいですね。でも商品名は教えてもらえませんでした。